皆さんこんにちは、川端成道です。こちらは一般社団法人未来音楽企画さんのご協力でお届けしております。年末年始を自宅でのんびりと過ごしたという皆さん、もしかすると普段よりもゆったりとした時間が流れていたのではないでしょうか。本日は音楽における時間の使い方についてお話ししてみたいと思います。音楽、演奏上での時間といえば、多くの方々はおそらくはリズムという言葉を連想されるのではないでしょうか。それも音楽における重要な時間的要素の一つであります。そのリズムを生み出しているもの、クラシック音楽の世界では拍子という言葉で表現されます。そしてさらにはその拍子を生み出しているもの、パルスと言われるものがありますが、これはちょうど人間の脈拍と同じ言葉で表現されます。一定の間隔で一定の強さで刻まれるビートということです。ただしこの段階ではまだ音楽として成立しているとは言い難い。このパルスに強弱が加わることによって拍子が生まれます。そしてその拍子、リズムが誕生することによって音楽に命が吹き込まれるということです。ですからリズム、拍子というものは音楽にとって欠かすことができないもの、それなくしては音楽として成立し得ないものということになります。そしてこの拍子の基本となるものですけれども、個人的には2拍子ではないかと考えています。なぜなら人間は二足歩行です。右、左、右、左と足を前に出していけば歩くことができる。そこから二拍子の音楽、例えばマーチ、行進曲のような曲が生まれたのかもしれません。そしてそこにもう一つワンステップが加わることによって三拍子が生まれ、さらにそこに強弱、強弱のみならずその中間の強さ、つまり四拍子における強、弱、中、弱というリズムが誕生したのかもしれません。いずれにしても二拍子、三拍子、四拍子、クラシック音楽に関しては基本となる拍子ということになります。最も近現代の作品になりますと、さらに細分化されて五拍子あるいは七拍子といったものも
存在します。おそらくは社会がより複雑になっていく、文明が進化していくごとにリズムというものもより複雑化していくということなのかもしれません。やはり社会、文明、そして音楽というものは常に連動し合っている、お互いに影響し合っているということの一つの表れなのかなとも思います。本日はこのあたりで、川端成道でした。では次回もお楽しみに。 Thank you.